何回目かわからないけど多分第4回、恐竜解説のコーナー。いきなり何よ今回は、新しい感じ出しちゃって。霊夢よ。私は思ったんだ。今まで通り解説していっても何か物足りないってな。まあ、単調気味になるのはしょうがないんじゃ。だから今回は新しい形で解説してみることにするぜ。思い切ったことをするのねマリサは。まあ、新鮮でいいんじゃないの。で、どんな解説をするのよ。今回試しにするのは解説というよりは、インタビューだな。インタビュー、誰にインタビューするの？それはもちろん、今回紹介する動画のテーマの、恐竜、本人、にだぜ。へ。では早速登場していただきましょう。いやいや、無理でしょさすがに。今は2020年よ。どうぞ。どうも、ステゴサウルスです。今回のインタビュー員はステゴサウルスです。なんで？なんでいるの？生きてないでしょ。それはな、いろいろ裏であるんだよ。裏も何も、絶滅してるじゃん？すでに。霊夢が驚いてるところ申し訳ないが、尺が長引いてしまうから進めさせてもらうぜ。私も緊張しているので、早めにお願いします。私は夢でも見ているのか。では早速インタビューの方を始めるぜ。ステゴサウルス、君はいつの時代からここに来たの？中生代のジュラ紀後期です。今からざっと1億5000万年前くらいから来ました。だからどうやって来たのか知りたいんだけど。ふむふむなるほど。どこに住んでるの？北アメリカ大陸です。アメリカか、私も一度は行ってみたいんだよねアメリカ。やっぱ歌手になってアメリカンドリームを掴もうとするのは、誰でも夢を見るもんだぜ。ドリームが何のことかはわかりませんが、アメリカの住み心地はいいですよ。ぜひ訪れてみてください。なんでマリサはこの状況を、少しも不思議に思ってないんだ。それにしても体が随分と大きいね。体長はどのくらい？そうですね。8メートルはあるんじゃないですかね。私の頭何個分だよってぐらいの大きさだな。規格外だ。っておい霊夢。私に突っ込みなり、ステゴサウルスに質問なりどんどんするんだぜ。そうしないといる意味がないじゃないか。え、あ、うん。ステゴサウルスの意味って何ですか？ステゴというのは屋根に覆われた、で、サウルスはトカゲ、という意味です。サウルスが他の恐竜の名前にもついてるのはそのためです。あ、なるほど。そうそう、そういう感じで二人でインタビューしていくんだぜ。霊夢には早く慣れてもらうしかないな。はあ、いつも、主に何を食べてるの？草食なので、草ばっかりですね。そういえば北アメリカ以外の大陸の草も、食べてみたいですね。私は野菜は嫌いなんだぜ。とにかくまずいとしか思わない。唯一好きなのはトマトと野菜ジュースくらいかな。野菜ジュースって野菜なの？霊夢は野菜好きなのか？え、まあ普段食べるように意識してるけど？意外だぜ。というより、私たちはまんじゅうだから野菜とか健康とか気にしても、意味なくないか？そうかもしれないわね。あ、すまんすまん。話がそれたね。いえいえ、大丈夫ですよ。ちなみにさっき、ステゴの意味は、屋根に覆われた、と言ってたけど。私の化石の発見当初は、亀の甲羅のように骨の板で背中が覆われていたと考えられていたからです。なるほど、完全な形では発見されていなかったんだな。私たちインタビュアーや人間は、特徴的なその背中の骨みたいなデコボコが気になるぜ。やはり。あ、これやっぱり気になりますか。その骨の板のようなものが互い違いに並んでいるのは、何か目的があるの？お二方によく見ていただきたいのですが、板に筋がたくさん張り巡らされているのがわかりますか？ああ、ほんとだ。ありますね。なんなんだこれは。血管か。私もあまりよくわかっていないのですが、おそらくこの骨の板には火の光や風を当てて、体温調節をする役割があると考えています。アフリカゾウが大きな耳を持っているのも、同じ目的だった気がするぜ。私は肉食恐竜に対しての、武器や防具のようなものだと思ってたんですけど。この骨の板は薄くて、強度がないでしょう。だから戦闘には役に立たないんですよ。じゃあどうやって攻撃から身を守っているんだ？背中の骨の板の代わりに、尻尾の先にある4本の大きな棘を武器にして相手を攻撃しています。確かにステゴサウルスの尻尾の棘に、傷をつけられていた恐竜の化石があった気がするぜ。棘を食い込まれた相手は痛そうね。君の頭は体に比べてとても小さくないか、何頭身なんだってくらいのスタイルだな。多分私の頭が小さいのは、脳のサイズがクルミくらいの大きさしかないからなんですね。クルミってめっちゃ小さいな。体の大きさと比較して、なんでそんなに小さいの？私にもわかりません。そして他の恐竜と比べて頭がいいのかもわかっていないんです。現代医学では、脳の大きさは知能の指標にはならないとされているらしいですよ。
だから、あなたは他の恐竜と比べて知能が勝っている可能性は、十分にありますよ。そうなんですね。ちょっと希望が持てました。ほう、そうなのか。霊夢は意外と物知りじゃないか。え、そうかな。あと私の背中の脊髄が通る管の途中に大きな空洞があって今までは第二の脳があるのではないかと考えられていたらしいのですが、それも厳密に言えば間違いなんですね。脊髄に大きな空洞か。多くの鳥類と似てるな。もしかして神経に栄養を送るグリコーゲン体がある場所なんじゃないかしら。正解です。あなたはよく知っていますね。霊夢、もしかして実はステゴサウルスのことを知り尽くしているんじゃないか。そんなことないわよ。でもやっとこの状況を前にしても、冷静になってきたわ。目の前にステゴサウルスがいることが、未だに信じられないけどね。さすがは霊夢だぜ。他にステゴサウルスと同じような見た目の恐竜はいるのか？私は、剣竜類、というグループに属しているのですが、その中でも、ヘスペロサウルス、とウェルホサウルス、が私と同じように互い違いに板や棘が並んでいます。ヘスペロサウルスとウェルホサウルスなんて、初めて聞いたぜ。私も初めて聞いたわ。私たちステゴサウルスはそれらの恐竜よりも大きな骨の板を持っていると自信を持って言えます。背中の板が大きいと体が大きく見えて敵に威嚇できたり異性にモテたりするんです。あなたの板は十分立派だと思いますよ。そうですかね。ありがとうございます。今までの話を聞いていると君には隙がないな。君の敵は北アメリカ大陸にはいるのか？一応体長6メートルくらいのアロサウルスがいますね。彼らは私たちを狩るのに悪戦苦闘しているようですね。アロサウルスは君の頭か首あたりを狙うしかないんじゃないか。実は私たちは喉から顎の下にかけて細かい骨がみっしりと生えているんです。あなたの体はまさに鎧そのものですね。隙が全くない。私たちは重量もかなりありますから、押し倒されたりましてやひっくり返されることはほぼないんですね。まあ尻尾が届かない横側を不意に攻められたらどうしようもないんですけどね。それでも他の草食恐竜と比べたら防御力は高い方だと思うぜ。ですが私たちステゴサウルスはある弱点があるのです。どんな弱点ですか？噛む力が非常に弱いんです。前歯で140ニュートン、奥歯でも275ニュートンしか噛む力は出ません。それって弱い方なの？確か人間ですら噛む力は750ニュートンはあるぜ。そうなの。それじゃあ確かに噛む力は弱いのね。でも草食だから別に関係ないんじゃない？そうですかね。これからもアロサウルスに襲われないように頑張って生き抜こうと思います。あっと、そろそろ帰らなきゃ。あ、もう帰る時間か。帰る、ってジュラ紀の北アメリカにですか？そうです。ここにはインタビューのためだけに来ただけなので、長い時間はいられません。他の人間に見つかったら大騒ぎですよ。なるほど。今回はインタビュー受けてくれてありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ステゴサウルスのことを少しでも知ってもらえたなら、嬉しい限りです。では失礼します。帰っていったな。どういう仕組みになっているのかわからないけど、彼にはたくましく生き抜いてほしいわね。ステゴサウルスに直接伺える機会なんてめったにないんだぜ。あとこのインタビュー形式が好評ならシリーズ化していきたいとも考えているぜ。え、またやる可能性あるの？あくまで好評ならな。不評なら元の解説形式に戻すぜ。あ、そうですか。まあ結構楽しかったからまたやってみたい気持ちはあるわ。そうだろ、なんたって恐竜に会えるんだからな。さっきのステゴサウルスは、随分とイラスト感があった気はするけどね。それは内緒だぜ、霊夢。